わざわざ片付けない。買いましょうよ。片付けないと嫌だから私は。何でも汚いのは。ガチャガチャしないでくれる皿を。そんな傷つくんだからさ。私が切るのはなんか傷つかないから。そうでしょ。なんでこれひっくり返すのあのバカ。ほんとクズだよね、これ。具だくさんカレー。ろくなことはしねえよ、このクズ。早くいなくなれよ、この世から、このクソガキ。この世からいなくなれって言うんだよ、お前みたいなクズは。必要ねえから。飯で食ってるよ。何もしねえでよ。こんなクズいねえだよ、子供で。飯で食ってんだよ。何もしねえで。ずうずうしい子供だよ。まだ県民税払わねえしよ。あれも持ってってねえよ、医者に。いつやるんだろうね。今年できるんかね。最低だよね、37でね。俺毎日言うかんね。毎日言ってるよ、こんなバカにね。あれ、服もある。いやね、服物あるよ。いちいちね、人に用当てねえでくれよ、もうこれ以上。汚いで、それ。大吹きだから。汚いよ。汚ねえやろだよ。あんたなんか食いだから、やることない。はいはいはい。関係ねえ。汚いよ。そんな、大吹きなんかで周り拭いたら。頭何もないね、あんたね。ちょっとどいてくんねえ、私片付けてんだからさ。なんだこんなびしょびしょにしてさ。もういいからさ、イライラするよ、ほんとに。クズが。どっか行っちゃいなくていいから。ムカつくから、この野郎。せっかくこんなきれいに掃除して、きれいにしてよね、料理作りゃ。何この最後は。髪の毛が。俺食わないかんね。もう食わないよ、髪の毛あるやつなんか。あんたの髪の毛、おいらない。食わない、食わない。悪いけど、髪の毛あったら食わない。私絶対。あんた食えば、私いらないから。絶対食わない、髪の毛のある。やだよ、あんただよ。髪の毛だらけの部屋にいるから。あんたに決まってるよ。食えよ、俺は食わないから。絶対食わないから。あんたのやつなんか食わないよ。髪の毛がある。気持ち悪いよ。そんな人間じゃないよ。髪の毛がある生の誰が食うよ、お前。完成。食べねえよ、クズ。お前らクズだ、人間の。汚くしょうがねえよ、何やっても。何にもできねえ、クズだから。すげえなと思う。何にもできねえ、クズ。食えよ、自分で。俺は食わないからね、髪の毛あったの。絶対食わないから。髪の毛くっついてるなんか食わないよ。はい、ポンポン、ありがとうございます、皆さん。さあ、完成したので皆さん、ポンポンとナイス、無料なんでやってっちゃってください。あ、閲覧1000超えたよ。閲覧1013、ありがとうございます。ポンポンナイス、ありがとうございます。来たね、子供だよ。じゃあ、吉江さん、知らないよ、今片付けてんだよ、うるせえな。食べましょう。じゃあ食えば、髪の毛に貼るって食わないよ。他のだら食うけど、それは食わないよ。じゃあ、他の皿出すよ。もう絶対嫌だよ。で、他の皿は毛がくっついてる。どれどれ、これ冗談じゃない。髪のくっついたら食わないよ。ちょっと小さめだけど、これでいいじゃん。あ、小さいんで十分ですよ。じゃあ、ご飯、もう一個でいい。ご飯、俺はこんなに食わないから。だから食わないよ、こんな。毛がくっついたら食わないよ、汚い。あんた汚いから毛がくっついてる。あんたの部屋汚いもん。ドライヤーかけて掃除かけたことないもん。こんな汚い子いないよ。汚い子供だよ。お前さ、お前がペロペロ舐めたペロペロキャンディーみたいなやつとか食ってんのにさ、髪の毛がさ、ね、わざとじゃないのにさ、お前なんか明らかに濃いじゃん。ね、あら、明らかに濃いでペロペロ舐めてんじゃん。お、それ食ってんのに髪の毛がさ、ね、別に恋じゃなくちょっと入ったぐらいでそこまで食わないとか言われてもさ、ね、あんた何もできないクズなんだよ、人間で。どうせやるなんだよ。あなたきちんとできたことある、何でも。何もないよね。
あんな何もできない子だよね。もうさーっとしててね、片付けも何もしないよね。自分の部屋豚小屋だね。よくあんなとこにいるよね。すごいね。飲み物もみんな置いてあるよね。すごいね。あんた汚い子だよね。よくああいう部屋、ここ拭かないと、ああいう部屋とこで。ちょっと待ってよ、ゆすぐから。ちょ待てよ。なんだカレーここぼれてる。なんでそうに。ちょっとぐらいだよ。ちょっとこべただけだよ。うるせえなやんなくていいから。私のは自分でよそるから。あなたによそってもらいたくない。あんたのよそったん食わないよ。ねえさ、それな、はい、ご飯も自分でとってよ。あ、いいよ、じゃ食わないから。いいよ、食わないよ。別に食わないからよ。食いたくない。あんたの毛なんかくっついたなんか誰が食うよ、おめえ。死ぬほど嫌だよ、毛が一本くっついてるなんて。そんなもの食うばかりねえ、あんたよ、なんか汚いよ。よそなくていいかんね、自分でよそるから。あなた汚い人間だから、気持ち悪いから。私はほんと汚い人間や。見てこれ、鍋の周りこんな汚しやがって。よそり方で汚れないかんね。ほんとクズだよね、やることなんだけど。イライラしてくる、この子がいると。もういいから、向こう行ってもらいたい。必要ないよ。ほんとクズだから。ほんとクズ、この野郎、人間のクズ。もういいからよ。人に作らせて最後がこのざまだよ。ああ、たまげるよ、あんた。いやいや、ご飯ご飯、はいはいはい、はい、関係ねえよ。はい、自分で遊んでしょ。はいはいはい、関係ねえよ。こういうんだってね、きちんと箱にね、あれだよ、ぺっちゃんこにしてうちあるんだよ。そうしたらゴミがね、削減できる。自分に襲って早く。いいよ別に。早く。俺今片付けてんだよ。早くしないとまずくなっちゃう。お前遅いの、いつも食べるまで。まずくなるんだよ、その間に。まずくなったっていいじゃん別に。冷めちゃうの、水分飛んじゃうの。あんたの髪の毛は食いたくねえよ、間違っても。どうとやろうの。あんたの髪の毛は食いたくねえよ。あ、よく見ないとね、髪の毛あるから、気持ち悪いから。髪の毛のある人間って嫌い。あ、さらに髪の毛ある。え、またある。え、ほら、ほら、あー、やだ。髪の毛じゃないよ、髪の毛だよ、これ。まつげでしょ、なんかめちゃめちゃ短いの。ちょっと、やだ。まつげか、眉毛だよ、それ。ちょっと、いや、もういい。めっちゃ。あいつにくれるか。めっちゃちっちゃいよ。あいつにくれるか。絶対眉毛かまつげですよ。いいよ、どいてくんない。もういいから、もういい。もういいから。見えないか。やだで。髪の毛の長さじゃないって。気持ち悪いから、私も。もう嫌だよ。こんな汚いの嫌だよ。汚いよ。話になんないよ、本当に。じゃあそれ取り替える？いいんじゃない、もう。あいつに食うか聞いてきて。寝ちゃったんか。あれ、いいわ。いいよ、こっちで食うから。私、こっちの皿で食うから。本当に取り替えるの？いやいや、嫌だよ。もうこんな、そんな潔癖な、ここまで汚い人間のなんか食えないよ。違う、俺のだとは限らなくない？あんたのだよ。なんで俺なの？なんで俺限定なの？あんただよ。なんで俺なの？あんたの部屋に決まってじゃん、汚いのは。あんたの部屋ってどういうこと？あんたは何もできない人間だから。いいよ、私は汚くて食えないよ、気持ち悪いよ。冗談じゃない、あんた。髪の毛がある中誰が食うよ。冗談じゃないよ。こんなやつ、クズがよ、ムカつくよ、このクズ。えら、パルパル、あっちこっちに歩かねえでくれよ。髪の毛落ちるから、あんたがやると。部屋が汚いんだから、あんたは人間じゃないんだからよ。あんた意地になりやねん、私のご飯。
髪の毛たかったとこにたかったらやつは食わないから私気持ち悪いから。こういうの片付けられへんかね、こう使ったらさ、何でもさイライラしてくるね、本当に。汚れたとこで食ったってうまかねえからよ、人間は。私が片付けたとこではなきゃ食わねえから、何でも散らかったとこで落ちるよ、あんた。これこんなに置き方すると何でわかんないの、当たり前のことが。本当クズだね、あんた。人間として何やっても。だから携帯なんかね、携帯なんかね、あれだよ。はいはいはい、もういいか、早く食うよ。あー、構わねえよ。俺余談が食うの待ってんだから、俺早くして。まずくなっちゃう。私ご飯は汚いから。早くして。ここにくっついてたよね、よく。帰ればいいじゃん。覚えてる。帰ればいいじゃん。お前すぐさね、なんかあれだよ、いつもさ皿とか、なんか皿じゃなくスプーンとかでもそうだよ。洗うものが増えるからとか言う割には、そうやってなんか自分がちょっと多分吉田さんの毛かもしれないのに、それがついただけだって変えるんだね。私の毛じゃないよ。なんでそれ全部残さ、残入れないの。ああ、俺全部食わないから。お前食えない、こんな大食いじゃねえよ。うまかったら食うけど、わかんねえ。あ、やだやだ。髪の毛見ただけでも、一生懸命なくしちゃおう。はい、じゃあ、はい。まだ片付いてないの。ね、早くして。これ、どうしたんこれ。ねえ、そうやって唾液、唾飛ぶからやんないで、そんな潔癖なんだったら、そこで、そういう声出すな。鍋の近くで。絶対唾液入ってる、今。てめえの毛が減ってたんじゃ食わねえよ。潔癖なんだったらそういうこと、じゃあそこもちゃんとやって。絶対今ので唾液入った、そんな近くで。そんな声、あんたの髪の毛なんか食わねえよ、ほら。気持ち悪いわ、ヘドが出るわ、あんたの髪の毛な。気持ち悪いわ、あんた。便じゃねえな、これ。硬いんじゃないの。なんでご飯の上にそれかけんの。ご飯の上にかけたら美味しくなくない。なんだっていいじゃない、お前の好き好きだよ。あ、別にいいけどさ。どうしてくんない。あ、いいけど。いいけど、はいはいはい、いいいいから。あんた毛がくっついてるから嫌なんだよ。悪いけど換気扇止めてくんない。はい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 。いじんないでくれる、気持ち悪いから。毛が落ちるから嫌だよ。やだで、いじんないでね、あんた。私のご飯やだよ、毛が落ちるから。待った待った待った、私やだで、あんたは。汚いから、あんたは。着てるものに毛がいっぱいくっついてんだから。私もう嫌だから、本当に。もう毛がくっついてるような人間のね、あれを食わないから。私もうちょっとこっちで。嫌だよ、見えないから。ここら辺で食って関係ねえよ、あんたは。関係ねえよ、落ちるよ、こういうことをしとくと。普通じゃないよ、はいはいはい、頭が。どうかしてるよ、あんたは。あ、もう嫌だったよ、こんなバカと一緒に。あ、待ってよ、待って。俺待ってたんだよ、吉田さんが。待って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 、ダメダメ。いただきますしてから。関係ねえよ。いただきます。お前になんで買うか、あの、いただきますする人が。違う違う、皆さんに、リスナーの皆さんに。本当にかつくない。俺じゃないです。え、うん、手合わせて。はい、皆さん、私が作ったんで、このバカは何も作りません。僕と吉井さんと、あとリスナーの皆さんがね、ナイスの隠し味くれたんで、皆さんで作ったカレーです。じゃあ皆さん、いただきます。はい、いただきます。じゃあいただきます。もうね、髪の毛があるんだよ、ご飯に。気持ち悪いよ、私には食えないよ。もう慎吾の髪の毛があったんじゃ。そうでしょ。おいしい。うん、うまっ。うまい。人参食っても人参甘いっすよ。今少しお水入れてもいいような気がしてね。まあでもおいしい。ちょっと濃いね。まあね。あと、もうちょいニンニク入れてもいいかも。もういいじゃん、これで。でもおいしいよね。おいしいよ。ガチガチガチ。おいしくね。
んねえよ。美味しくない？味は。器は引きずんないじゃない？味は美味しいよね。うん、分かった。味は美味しいよね。こう、あんたが傷つけんだね、このとこ。味は美味しいよね。うまいよ。来ました。おいしい。皆さん、今閲覧が1198、もう1200ぐらいいますよ、今ちゃん。877ナイスからスタート。さあ、おいしいおいしい、皆さんのナイスの隠し味で作ったカレーライス、さあ皆さんと一緒に作ったカレーライス、これは皆さんとも一緒に作ってます。皆さんのナイスというね、隠し味が入っておりますので、なおさら美味しいです。メイド喫茶の萌え注入と同じ理論で、萌えを入れた方が美味しい。そう、ナイスを入れた方が美味しくなります。ということで、皆さん、私が全部作ったんだよねこの野郎、何も隠し味は調理中にも使いましたが、最後にメイド喫茶みたいにおまじない、最後に食べる時もおまじないして、ナイスを注入しちゃいましょう。もっと美味しくしちゃいましょう。シャルロットさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございますね、はい、私が作ったカレーですこの野郎は監督だけです。皆さん、ナイスよろしくお願いします、はい、ナイスが増えるぞ、美味しくなれ、ナイスナイス、ナイスが増えるぞ、はい、美味しくなれ。さあ皆さん、ナイスをしてってください。約1200円の方、890ナイス。今ナイスが増えるぞ、消費税廃止、消費税廃止消費税いらない、消費税いらない、ナイスで関家の景気を上げて上げてけ上げてけ、ナイスが増えるぞミスター。さあ皆さん、ナイス、無料なんか押してください。この通りです、ナイスが増えるぞミスタードーナツ。さあお願いします。ブーちゃん、ありがとう。ナイスが増えるぞミスタードーナツ、ナイスが増えるだ。ああ、ポンパレス、ナイスです。920ナイス。932ナイス。さあ、ナイス。ナイス。ナイス。おしゃって。あ、ポンポン、ありがとうございます。ナイス。ナイス。ナイス。おしてって。ポンポン、10番目です。ナイス。ナイス。ナイス。おしてって。さあ、ナイス、皆さん、そしてポンポンも皆さん、ありがとうございます。あげてけ。あげてけ。さあ、さあ、ポンポン皆さん、ナイスです。お、947、これ1000いきますよ。947、949。あれさ、坊さん、ありがとうございます。兵隊さんじゃなくて、なんだっけ、応援だれさ。ありがとうございます。ナイスが増えるぞミスタードーナツ。お、959960、これ1000いきますよ、もうすぐ。ナイスが増えるぞ、頂上にはいけない、これ1000は。さあ皆さん、ナイスを上げてけ。ナイスが増えるぞ。あー、佐久間海さん、イルミネーションに。佐久間海さん、お前がお前がお前がアラブの石油をウィドウィルイス、ソトマク、ソナソチ、ありがとうございます。ありがとうございます。967ナイスさ。ありがとうございます。さあ皆さん、内装してない方、押してください。あげてけ。あげてけ。あげてけ。あ、いいのです。ありがとう、皆さん。ナイス、よろしくね。ナイスが増えるだー、ミスタードーナツ。はい。ナイスが増えるだー、ミスタードーナツ。はい。ナイスが増えるだー、ミスタードーナツ。はい。ナイスが増えるだー。さあ、ということで、968ナイス。まあ、これ、そろそろいいんじゃないですか。あ、そろそろいいかな。さあ、ナイス、ポンポン、協力してくれ。皆様、ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きナイスもポンポンもお待ちしております。さあ、975まで来ました。ありがとう。1000いきますね、もうちょいでね。うん、うん、あー、温めた、笑う。おい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 、盛り上げるコサです。ガチャガチャすんなよ、いいんだよ、人のは。まあ、自分の食えばいいんだよ、このクソガキ。ほんやつ、もうちょいこっちから関係ねえ、このクソ野郎。お前なんかクズ野郎だもん。ちょっと濃いね。濃いですね。もっと薄めた方がいいね。うん。でも美味しいけどね。うん。ちょっと濃い。ちょっと濃いですね。うん。ルーが若干濃いね。
もうちょいニンニク入れちゃおうかな。自分の中で入れればいいかな。分かってます、分かってます、うん、ありがとう、くーさん朝まら、朝ならってありがとうね。もうガチャガチャすんじゃねえや。ちょっと弱めるからよ。ちょっとね、ルーがね、ちょっと今ね、ちょっと温めるね。ルーがね、結構ね濃い。ちょっとね、もっと緩めてもいい。あ、美味しい。うまい。あー、便所汚くなっちゃったよ。あー、便所汚くなっちゃった。ご飯もっと、ね、あー、めっちゃ美味しそうだって。レオちゃん、ありがとう。バーガー、ありがとうございます。ありがとうね、レオちゃん、ありがとう。おかわりって、そう、うん、そうだよ、美味しい。あれ、杖のとこになんかこぼれてるよ。おつか、あ、なんかレンジの下のなんか杖のとこになんか変なものがこぼれてる。あれ、腹なんべ、なんか温めたんじゃね。汁みたいなのがこぼれた。そうなんべ、拭いてくれよ。いや、もうなんか結構時間経ってるから。あいつだよ、こびりついてますよ。いつでもあいつだから、あいの、いつでもそうだ、分かってんだよ、こんなこと。いつもこぼれてるから分かってんだよ。結構うまいね。うん、うまい、うまい。ああ、うまいです。嘘やなく最高ですね。ナイス。980で、あと20で1000だ。あ、ほんなん、今日は1000いきそうっすね、余裕で。あ、ほんなんだ、うん、あー、うまいよこれ。うそやなく。ルーはどこの使ってますか。ジャワカレーの辛口ですよ。なんかつくよ、つくよ。何がルーが。ついた。人には気をつけろとか文句言うくせにさ、どんだけ不注意な、あんた。うまいよこれ。ジャワカレー辛くて、ああ、うまい。ああ、すごいうまいよ。うまいな。ああ、うん、うん、うまい。ああ、辛くてですよ。うん、ああ、うめ。よかったね、美味しくて。やだよ、気持ち悪い。食べないじゃないよ、悪いけど。でもよかったじゃないですか。やだよ、いじんないじゃない。配信でね。でもいじんないじゃん。料理した方が閲覧とかナイス増えるからってやってる部分もあるじゃん、料理。でもそういうのがないと気持ち悪いから。料理なんか作んないんだからさ。気持ち悪い。でも配信やってよかったじゃないですか。そういうところは美味しいものが食べれるし、健康的なもの食べれるし、だって多分あれですよ、いつも通りだったらこんなの惣菜とかっすよ。惣菜とか弁当だよ、コンビニとかスーパーの。マグで。うん。うん。ああ、マダコン。すごいな。ちょっとルー欲しいね。ガチャガチャしねえだよ。今ガチャってしたよ、今ね。落とし、今ガチャってしたよね、あなたね。それ言うんだったら、それ言うんだったら今ガチャって落としたけど、あなた。それ置いた時あなたが皿。これ手がくっついてないようにこっち取って食っちゃうよ。ご飯。食えるな。手がくっついてない方に。ね、人に厳しく自分に和田アキ子なのやめて。
何が和田っ子だよ、てめえだもん。笑って許してるのやめて、自分は。違うよ。俺汚いからね、慎吾の毛がくっついたから。洗わなくちゃだから。汚いよ。また汚い子。汚いね。これね、こっちはね、綺麗だから。毛くっついてなかったから。全部食えるよ。ああ、もっと緩めた方がいいんかな。どうかな。ルーが美味しいな。ルーが最高に美味しい。ね。ああ、うまいな。最高だな。うん。やっぱ手作りはうまいね。芋を持たれるぞって。食いすぎだって。悪いけど、何してる？いや、だから映んないから、そこだと。よそってたんだよ、今。ね、私これご飯一人前半分でよそうと思ったけど、うまいから毛がくっついてないようによそったからね。同じ皿では嫌だ。ね、私がね片付けるとこきれいでしょね。出来上がった時は全然汚れてないね。慎吾をやった時はすごいからね、何でもね。ほんと私片付けが大変なのよね。うまい。うん。やっぱ手作りカレーはうまいね。手作り料理はうまいっすよ。うん。じゃわかるやつだね。じゃわかるの皮口がやっぱりじゃ美味しいよ。バーモントカレーだろか。あれ子供用だもん、バーモントとか。うん、バーモントカレーとか辛くしても全然辛くないからね。じゃわかるの辛口はそこそこ辛いね。うん、アホみたいに辛くないけど、食えないぐらいの。これさ、全部食っちゃった。激辛っていうレベルじゃないけど。全部食っちゃった。ね、それぐらいがちょうどいいね。うん、まあ好みもあると思うけどね。スパイシーだからなんてな。結局好みもあるけど。コクマロが好きだってどうなん。ゆうばなちゃん、コクマロ人気ですねって。リオチャンネル。ライン50倍カレーは見たことない。リーとか食べ物じゃないから。ココ本当にあれ辛すぎて無理だよ、あれ。うん。親子さん、楽天セーター洗ってるの。あれはマジでね、食べ物じゃないです、あれは。もうあれも激辛ってやつ。だって別にジャワカレーの辛口は激辛とかじゃないんだもん。普通にちょっと辛いぐらい。リアルクーピーちゃん、舐める。普通美味しいんですよ。ちょっとトイレで。みこちゃん、うんこだよ、もううんこ。ね。トイレだと2杯食った。うんこだよ。ね。